富野監督の思惑通り進んだ人物、カテジナ・ルースの人生。カテジナ・ルースは機動戦士ビクトリーガンダムに登場するキャラクターです。劇中の序盤では主人公ウッソ・エヴィンの憧れの女性としてヒロイン的な立場にいましたが、後にウッソたちと敵対するザンスカール帝国側につくことになります。はじめは常識的な道徳感を持ったしっかり者のお嬢さんという印象のキャラクターでしたが、モビルスーツを操縦しパイロットとしての才能が開花するにつれ情緒不安定になり凶暴性も増していき、最終的には物語のラスボスとしてウッソの前に立ちはだかりました。作中での狂気に満ちた行いからガンダム界の悪女の一人と呼ばれることもある人物でもあります。今回はそんなカテジナ・ルースの波乱万丈な人生について解説させていただきます。ドチクルってお友達にでも会いに来たのかい？カテジナ・ルースは宇宙世紀王アンサー T6 生まれで、機動戦士ビクトリーガンダムの作中では17歳となります。地球の東ヨーロッパにある特別居住区のウィッグという町で商人を営む父親と暮らしていました。裕福な家庭で育ったものの家庭環境はあまり良くなく、父のテングラシー・ルースは愛人を作っており、それを見かねた母も愛人を作って家を出ていました。そんなカテジナは主人公ウッソ・エヴィンとメールでのやり取りがありましたが、ウッソが一方的にメールを送りつけているばかりで、カテジナはまともに相手にしていませんでした。そんな中、カテジナが住んでいたウイングの町はザンスカール帝国の軍隊ベスターから空襲を受けます。町は燃やされ、多くの一般市民が犠牲になる中で、カテジナは地下シェルターに避難し、そこで気絶していたウッソを見つけました。その後ウッソと共にビガミリティアに保護されましたが、ビガミリティアの大人たちが子供を戦争に巻き込み、ウッソをモビルスーツのパイロットとして戦場へ駆り出そうとしていたため、カテジナは次第に嫌悪感を抱くようになりました。その後ビガミリティアの中心人物であるオイニューグ伯爵と共にザンスカール帝国のクロノクルアシャーに捕らえられ、ベスパのラゲーン基地へ連れ去られたカテジナは人質となります。しかしビガミリティアに偽善を感じていたこともあって、自らの意思でクロノクルの付き人として手伝うようになり、さらにはモビルスーツのパイロットになり戦いに身を投じていくことになります。なおモビルスーツのパイロットになった理由について、機動戦士ビクトリーガンダムの公式ホームページによると、ラゲーン基地で見たモビルスーツの美しさに魅了されたことがきっかけだったと明かされています。私はザンスカールが目指しているものを見たいのよ。カテジナはザンスカール帝国のマリア主義の影響を受けてクロノクルの力になるために軍人となり、モビルスーツに搭乗して戦場に赴きました。初陣ではリグシャッコーに搭乗し、ザンスカール本国に潜入していたウッソに攻撃を仕掛けます。戸惑うウッソをあと一歩のところまで追い詰めましたが、マーベットやジュンコの増援が到着したこともあり、ウッソを仕留め損ねました。その後もカテジナはギガミリティアと何度も戦闘を重ね、次々と戦果を上げていきました。中盤ではゲドラフに登場して戦いを繰り広げる様子が描かれています。その結果実績が評価され、驚異的なスピードで出世し、ウッソに恐ろしい拷問を行った上官のルペシノサエも配下に置くようになります。しかしこの辺りからカテジナは情緒が不安定になり、性格も凶暴的になります。また彼女は憧れのクロノクルに対しても次第に頼りなさを感じるようになっていきました。その後ザンスカール帝国は地球クリーン作戦という恐ろしい作戦を計画します。この作戦は耐圧機の大型戦艦アドラステアを使って地球の地ならしを行い、地球環境を汚染させることなく都市を破壊し、そこに住む人間を殺していくというものでした。ギガミリティアはこの作戦を阻止するためベスパと激しい戦闘を繰り広げ、カテジナもゾリディアに登場し戦闘に参加しました。厳しい戦況の中、ベスパのピピニーデンとゴズバールはギガミリティアの重要人物でありウッソの母親であるミューラミゲルを人質に取ります。カテジナやクロノクルはその卑劣な手段に激しく怒り、人質を解放させようとしますが、両軍の激しい攻防の末にミューラミゲルは死亡してしまいます。カテジナはこの出来事にショックを受け身を震わせました。最終決戦のエンジェルハイロー攻防戦では、ウッソがエンジェルハイローの内部に侵入する中、カテジナはウッソを動揺させるため部下のネネカタイに水着姿でバズーカを装備させ、
フッ素の V2 ガンダムに生身で攻撃を仕掛けるように指示を出しました。この通称水着のお姉さんたちを用いるという無謀かつ非人道的な作戦にウッソは激怒します。カプジナは自分のことが好きなウッソが自分を本気で殺すことはできないと考えていましたが、ウッソが自分が乗るガンイージのコクピットを迷いなく攻撃して殺そうとしたので驚くも、間一髪でモビルスーツから脱出しました。その後カプジナの思念に引き寄せられたクロノクルはウッソの V2 ガンダムに襲いかかります。二人は激しい戦闘を繰り広げ、お互いのカテジナへの思いをぶつけ合います。一方カテジナは遠くからそれを見守り、邪魔が入らないように周囲のモビルスーツを蹴散らし、シュラク隊を次々と撃墜していきました。私の手の中で戦いなさい。勝った者、私が全身全霊をかけて愛してあげるよ。クロノクルとウッソの勝負には決着がつきましたが、機体から投げ出されたクロノクルの最後の言葉はカテジナに向けてではなく、姉のマリアに対して助けを求めるものでした。その後カテジナはウッソの前に再び姿を見せ、ゴトラタンのコクピットを降り、甘い言葉を投げかけて近づきます。そして油断したウッソの腹部をナイフで刺しますが、またしてもウッソを完全に仕留めることはできませんでした。そして最終的にカテジナはエンジェルハイロー内で待ち伏せをし、現れたウッソにゴトラタンで攻撃を仕掛けます。カテジナはウッソを挑発しますが、 V2 ガンダムは直立して立ち向かい、それまで死んでいった者たちの思念の姿を見ます。そして激高したカテジナはゴトラタンのメガビームキャノンで砲撃するも、 V2 ガンダムの光の翼によって攻撃は防がれ、その衝撃でカテジナは弾き飛ばされ、さらにエンジェルハイローも崩壊して、ザンスカール戦争は終結に向かいました。その後季節は過ぎ、冬が訪れる頃、カテジナは生き残っていましたが、記憶と視力を失っていました。そんなカテジナは、一人で廃墟となった故郷のウィッグを目指して、ワッパを操縦していました。その途中、カサレリアで洗濯をしていたシャクティと再会し、ウィッグまでの道を尋ねました。シャクティは、他人のふりを装ったまま会話をして、カテジナのワッパのオートコンパスを交換してあげます。そして、カテジナは、ウッソと再会することなく、道に迷った旅人として涙を流しながら再びウイッグへと向かっていきました。ウイッグはどちらでしょう？教えてくださるだけでいいんです。お金はありませんから。このように何も手に入れることはなく、全てを失ったカテジナはテレビ版以外でも様々な描写が存在します。まず小説版ではウイッグの一般市民として登場します。そしてマヘリア・メリルが狩るビクトリーガンダムとクロノクルのトムリアットの戦いで、クロノクルがビクトリーガンダムを破壊した際、カテジナはビクトリーガンダムの核爆発に巻き込まれてしまい、全身に大やけどを負ってしまいます。そこをクロノクルに救出され、ザンスカール帝国で高度な治療を受けます。怪我が回復してからはベスパ兵としてモビルスーツの操縦訓練を受けると同時に、スーパーサイコ研究所で強化人間としての処置を受けました。テレビ版では強化処置を施された描写がないため、優しいお姉さんが短期間で一気にエースパイロットになり上がることができた理由が不明でしたが、小説版で強化されたことが明確にされたからか、ゲーム作品では強化人間のカテゴリーに分類されることもあります。なお小説版では他にもクロノクルと肉体関係を持つ描写もありました。また最終的にはウッソが乗るセカンド V との戦闘に敗れて死亡しています。しかし最後までウッソを殺そうとしたテレビ版とは異なり、ウッソがごめんなさいと謝罪の言葉を言い放ったことで、もう一人の綺麗なカテジナの幻影が現れてカテジナを止めようとしたため、ゴトラタンのサーベルの振り下ろしが遅くなり、ウッソが勝利しています。その他コミックボンボンで連載されていた漫画版機動戦士ビクトリーガンダムではカテジナ自体が登場しておらず、クロノクルが最後の敵として立ち塞がっています。一方で寿司司の漫画作品イケイケ僕らのビクトリーガンダムにはカテジナが登場します。この作品はパロディ要素が強く、テレビ版の最終回の最終シーンもネタにされています。カテジナがウイッグまでの道を尋ねた際、シャクティはカテジナにオートコンパスを渡しましたが、そのオートコンパスには爆弾が仕掛けられており、大爆発してカテジナは死亡するという衝撃の展開がありました。
この時カプジナはガペコウと呼ばれており、テレビ内での過激っぷりに対して視聴者が抱えたフラストレーションを晴らすような言い回しだったことが印象的だったからか、ネットなどではカペジナをガペコウと呼んでネタにされるようになりました。私が好きなんだろう？私もこんなに思われてとっても嬉しいわ。余談ですが、富野監督の考えとしてはアニメージュ1994年7月号での話によると、カペジナの最後は1話放送前に決定された内容であり、カペジナを殺さない代わりにペナルティーとして盲人にしたことが明かされています。また書籍ニュータイプ 100% コレクション23機動戦士ビクトリーガンダムボリューム2によると、カテジナやクロノクルのボルテージがシリーズ中盤で落ちたものの、ラストシーンの分かりやすさは十分満足いくものだったということが明かされています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。